セクション10-05オリエント統一アッシリアがオリエント初めて統一しましたとアッシリアは史上初の帝国だな帝国って分かる例えば何帝国があるローマ帝国以外に言ってごらんオスマンオスマン帝国大日本大日本帝国も帝国とカウントしちゃういいよ他は、うん、ムガル帝国なるほどまあ東帝国とかねじゃら帝国でカウントしちゃうじゃあ帝国って何な民ん族なん 一つの要素として多民族があるね。え、ムガル帝国多民族なの支配階層はトルコ系。戦闘系の支配階層はトルコ系で、税金取るのはペルシャ人。で、支配されてるのはヒンドゥー教徒。ローマ帝国って何多民族国家なのどういうふうに試験出るトラアヌスは初めての属州出身の皇帝ですね。ヒースパニア、イベリア半島ですね。ローマじゃないですね。オスマン帝国は何帝国なの多民族国家なの トルコ人じゃなくても修正できんのシステム名はデウシルメ制で。スセルタンの傍らに立つ者はしばしば羊飼いの息子だった。キーソ教徒の息子であっても優秀と見込まれれば、デウシルメ制によって教育訓練が施されて、高位高官まで上り詰めることができる。高級軍人であるイニチェリーや高官になることができた。とタミン国家 とかでなるほど安倍の仲間ろも使ってるし朝鮮人の、えー、高級指揮官であった高戦士タラスカの戦い戦ってますね大日本帝国飛ばそっかモンゴルは何帝国なのイスラム教徒を使ってるよね式墨人としてね、まあ、大英帝国国にまたいでますねでもう一個はですね多民族でかつ多民族にチャンスがあるっていうえ大英帝国ってイギリス人の国じゃないの今の首相はインド人とかそそそそういう話そうそうそうい 21世紀初頭のイギリスの首相はインド人。では、ね、19世紀のイギリスの首相で、イギリス人じゃないのは誰だディズレーリー。イスラエルの人と書く。わかるディズレーリーはユダヤ人だぞ。ユダヤ人が首相になったんだ。イギリスの二面性っていうの方があって、イギリスは確かに階級社会だ。しかしながら、能力があれば結構使うっていうのがあって、例えばディズレーリーがそうだし、現在のスナックがそうだ。どうなんダーニポーン帝国は帝国なの ま,あまずけど大日本帝国って名付けてる段階ではそこまで多民族なのかなっていうのはあるよね。まあ後に朝鮮とか満州とか取っていくじゃん。まあ太平洋戦争で広い地域取るんだけども、初期段階帝国かなっていうのはあるよね。まあまあ、そのアイヌ民族とか琉球民族を異民族とカウントするならばそうかもしれないんだけども。で何、何そのチャンスあんの安倍の仲間のみたいに、あの、むっちゃ東の田舎でやってきましたけど、高位高位が上り詰めましたっていうのはできるの大日本帝国。旧帝国だ言える東大、 北大東北大名古屋阪大九大で1234567じゃんまあ97定大なんだけども実は9あって今言ったソウルとか台湾とかに帝国大学を置いたんですよ。君私私の授業聞いてるか分かるかかと思うけど私はまあねえ 大日本帝国大嫌いですけども、大日本帝国っていうのは確かに受験生監視レベルで、イギリスとフランスと違うぞっていうのがあるわけ。そのなんだって植民地行った先で高等教育機関を設けた形勢ないんすよ。日本以外に。フランスがさ、アルジェリアに小学校作りましたとか、ベトナムに小学校作りましたあるよ。 現地に初等教育機関作って動画制作やります。フランス語教えます。フランス人にします。っていうのはあるけども。現地で、まあまあ、多少の差別はまだ残ったとはいえ、一応、学力があるならば、高級官僚や高級商工になれるよっていうルートは、すげえ、一応あったんだよね。で、それはどういうふうに試験出るかというと、例えば、京都大学農学部出身、台湾の李登輝とかね、韓国の大統領おるじゃん。 パクチョンヒ、チェギュハは飛ばして、チョンドハン、ノテウっていうのはさ、あれ全部日本陸軍士官学校でしょ。防衛大学校卒業じゃん。だから、まあ、確かに朝鮮人差別っていうのは一定程度あったとはいえ、そのオスマン帝国とか東帝国並みの、言い方がきついよ。非支配民族でも、行為交換に登れるルートはあったかなっていう。 だからそこを考えると、まあ確かに帝国なのかなっていう狭い目のね。帝国は首都で非支配階層の連中の勉強をめっちゃするんよ。情報を集めまくるんよ。例えば、イギリスには何があるいろんな地域の連中を支配するためにいろんな地域の研究をするところがある。研究所がある。あれは研究所なの。見れるところは一部なの。そこにいる人たちは教授なの。わかる 大英博物館だよ。アッパー町なんかそうじゃん。バグダッドにさ、知恵の館、バイタルヒクマ作って、侵略した地域の物件バンバン集めて、ひたすらアラビア語に翻訳していくでしょ。で、アシリア、見てみ。図書館持ってる。でっかい図書館。この図書館が良かったな。アシリアがさ、支配すんじゃん。広い地域を。まあ、広い地域って言っても、初めてオリエント統一したんで、最低限のとこしか取ってないんだけど、オリエントの。で、各地域に役人を送って、各地域からレポートが上がってくるじゃん。 で、粘土版なんですよ。わかる紙じゃないんだよ。紙の図書館が燃えたら、まあ大変ですわ。ところは、粘土版の図書館が最後燃えたわけよ。どうなった書いて残る。そう。ファイナライズされたわけわかるカチコチになったよ <laughs> そこれで、このオリエントのことが今日すげえ詳しくわかってるわけ。そうそう。アシリアのさ、この大図書館のおかげなんですよ。この時代のいろんなものが今日わかって今我々が勉強しているものは。いいか悪いかは置いといて、 世界の学術のレベルをさ、大英図書がめちゃめちゃ高めだろもちろんこれ略奪してるんでいいとは言いませんよ。けど帝国っていうのは広い地域を支配して広い地域からいろんなものを集めてくるわけよ。いろんな情報を集めてくるわけ。じゃあ問題。君らが小学校でもやる。中学校でもやる。いろんな地域を19世紀ヨーロッパが支配してデータを持ってきて体系化した学問の名前はチリ。もうチリとかはもうその際物だよね。 テキズ戻る。アッシリア、宮古ネ年ベにすげえいろんなものが集まるわけ。史上初のオリエント統一。アッシリア、ミタンニの一部だったんだけど、ミタンニ食い破ってでかくなる。最盛期はアッシュル、バニパル、ライオン狩りやってる。シロシュが30ページ右上。勝負の国はね、武闘派の国はね。まあ、アキメエ朝ペルシャっていうのが逆で、そこまで、あの、軍事軍事してないんだよね。六6 1 2年に滅ぶ、無意に滅んだアッシリア。 オッケーえメディアに行こうか資料集が30ページの「芦ア屋アが滅んだ後の4」。 国分立時代よねメディアイランですね、ミアコエクバタナでえ、このメディアの中でクーデターが起きて、キュロス2世がアキメンショペルシャ作りますよと。リディアは小アジア、ミアコサルです。で、世界最古の中造貨幣、コインが作られましたと。資料集がページ30ページの3にリディアの貨幣があって。で、なんでリディアで貨幣なのかというと、リディアの西の方にさ、ギリシャがあるじゃん。エーゲ海が広がってて、エーゲ海は、 多島海で自分がどの位置にいるかすぐ分かるわけで船がひっくり返ってもそこら辺に大体島があるから大体なんとか泳ぎつけるとでかつ貿易しやすくて貿易しなきゃいけないなんで貧しいおおいいねもうちょっと詳しく言える麦が取れないそう穀物が取れない炭水化物が取れない なら攻撃の必要性がでかい。ということで、このギリシャに近いところ、小アジアの方のリディアで中途貨幣が使われましたよ。コインね。新バビロニアは新しい方のバビロニア。つまり一番最初にバビロンに都を置いたものではない。一番最初にバビロンに都を置いたのは高バビロニア。もしくはバビロン大長長。カルデア人で、まあこの辺はだいたいですね。ネブバドネザルに火が最盛期で、 バビロンの空中庭園を作ったよと。シェルシューがページ、30ページの右側にバビロンの空中庭園。まあ、この空中庭園とか、まあ、旧約聖書のバビロンの塔とされる聖塔ジグラットを作ったと。神様が怒った。 音が複数あってそのうちの一つがバベルの塔で人類は天空にいる神に届く塔を作ろうとしてすげえ塔を作ってたとで神様がおお調子乗りやがってって言って塔を壊してかつ人類の言葉をばらしたで人類は急に言葉が伝わらなくなって同じ言葉を話す連中だけでまとまってコミュニティ国を作るようになったよとでこっから言葉が違うもの同士対立するようになったよっていうのは旧約聖書の話やね 言葉が違うとやっぱ対立するよねこれね YouTube に期待しとるよね今さ結構な YouTube がさ字幕が付けられるじゃんで日本語の字幕の精度が高いんよでもうちょっと行くと多分その湯ゲが今日本語で話してるんだけども字幕付けますかのとこに英語とか選べるんですよそうするとまあすぐに英語で分かりますよとでこれが今の子供たちも 子供の時から外国語とかをずっと言う外国語の番組なんかを YouTube で見てると多分なんだろうね今の子供たちってもう YouTube 好きにしたらさ英語ペラペラになるかなと俺思うよ。おっしたらもうなんだろうね世界中の子供たちが大人になる頃もう完全にみんな英語使えるようになっておっしたらもう旧約聖書のここからいさかいが始まるようになったのさの続きここでいさかいが終わるようになったのさってなるのかなと思ってさ YouTube はね、神に対抗できるんじゃないかなと。神も勝手よな、勝手に人間作っといてさ、なんか急に団結しやがってとかさ、か言葉変えるとかさ、ええー、っていうさ、だったら何も作るなよっていうさ、光と闇だけ作って終わっとけよってさ、しゃ残り6日間全部休みだったんだな。で、えー、エジプトの方はですね、これ、 まあ最後のエジプトの王朝っていうのはアケメン朝ペイシャに滅ぼされて終わりっていうだけですね。まあ、シーロ州がページ24ページ左側で第26王朝っていう数字は覚えなくていいんだけどもアシラが滅んだ後ともう一回エジプトの地元の国復活するんだけどもも,も,も,もうもうもうアケメン朝ペイシャに滅ぼされてから今日までエジプトのジモティたちは国持ってないです。現在エジプトの人口の9割はアラブ人でジモティは1割いないんですよ。でこういじめられてます。 自分たちで暴力装置国持ってないからねセクション10-05オリエント統一終了